ロビー・ローラーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州サンディエゴ出身。フロリダ州パークランド在住。サンフォード MMA 所属。元 UFC 世界ウェルター級王者。元イライティクスク世界ミドル級王者。パンチ主体の強烈な打撃を武器にアグレッシブにこう、狙い、激闘を繰り広げるファイトスタイルから人気が高く、ルースレスの異名を持つ。 2004年に一度 UFC からリリースされるが、他団体で約7年間キャリアを積み、2013年に UFC 復帰を果たすと、翌年の2014年には UFC、世界ウェルター級王座を獲得した叩き上げの苦労人である。10歳から空手を始め、高校時代はレスリングとアメリカンフットボールで活躍し、両方の競技でアイオワ州選抜に選出された。 ミレティッチマーシャルアーツセンターの近くに住んでいたことから16歳頃から一般クラスで練習を始める。素質を見出され2001年にプロ総合格闘技デビューを果たし、連勝を続け2002年には UFC と契約を果たした。2002年5月10日、UFC 初出場となった UFC37 でアーロン・ライリーを3から0の判定で破るとスティーブ・バーガーを西子。 ティキゴー戦を 1RKO で破り連勝した。しかし UFC42 のピートスプラット戦では右足を負傷しギブアップ負け。デビューからの連勝は7でストップした。その後 UFC45 ではクリス・ライトルを3から0の判定で破るもニック・ディアスに右フックで 2RKO 負け。階級をミドル級に上げて臨んだエヴァンタナー戦も三角締めで 1R1 本負け。 その後怪我の治療のため一時戦線離脱した。2005年7月23日、ハワイ州で開催された、スーパーブロールミドル級タイトルマッチで、ファラニコバイタレに挑戦し、2RKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2006年2月のファラニコバイタレとの再戦でも1、RKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2006年10月21日、プライド初参戦となった。 プライド32で上位ビラセリオールと対戦し、ハイキックで上位がひるんだところに飛び膝蹴りをヒットさせ、開始22秒で TKO 勝ち。2007年9月15日、ハワイ州で開催された、イライティクスク、アップライジングのイライティクスク世界ミドル級、タイトルマッチで、無理色忍者と対戦し、左ストレートでダウンを奪いパウンドで3。 RKO 価値を収め王座獲得に成功した。2008年5月31日、イライティクスク、プライムタイムの世界ミドル級王座防衛戦で、スコット・スミスと対戦するが、3ラウンドの空発的なサミングにより、スミスが続行不能となったため無効試合となった。7月26日、イライティクスク、アンフィニッシュとビジネスにて再戦が組まれ、スミスに TKO 価値。 大座防衛に成功した。その後11月8日に、イライティクスク、A ナイトオブチャンピオンズでのタイトルマッチで、上位ビラセニョールとの2年振りの再戦が予定されて、いたが、団体が破産し、大会自体が中止になった。2009年6月6日、ストリックホース初参戦となったストリックホース、ローラー VS、シールズで、 ジェイクシールズと182ポンド契約で対戦するも、開始2分で、ギロチンチョークを極められ1本負け。2010年1月30日、ストリックフォース、マイアミで、メルビン・マヌーフと対戦。マヌーフのラッシュで窮地に陥るも、カウンターの右フックをヒットさせ、そのままパウンドで 1RKO 勝ちを収めた。12月4日、ストリックフォース、ヘンダーソン VS、ボブルで、 マットリンドランドと対戦し、開始50秒に、右フックで失神子勝ちを収めた。2011年1月29日、ストリックフォース、ディアズ VS、サイボーグで行われた、ストリックフォース世界ミドル級タイトルマッチで王者の、ホナウド・ジャカレーに挑戦し、リアネーキドチョークで 3R1 本負けを喫し、王座獲得に失敗した。2013年2月23日、 8年4、ヶ月ぶりの UFC 復帰戦となった UFC157 でウェルター級ランキング8位の女子コスチェックと対戦し、パウンドで1四個勝ち、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2013年11月16日、UFC167 でウェルター級ランキング3位のローリー・マクドナルドと対戦し、2から1の判定勝ち。2014年3月15日、 UFC171 の UFC 世界ウェルター級、王座決定戦で、ウェルター級ランキング1位のジョニー・ヘンドリックスと対戦。激しい打撃戦となり、死闘を繰り広げたものの、0から3の 5R 判定負けを喫し王座獲得に、失敗。敗れはしたものの、ファイトオブザナイトを受賞した。二千十四年五月十四日、u f c 七十三でウェルター級ランキング五位の、 ジェイク・エレン・バーガーと対戦し、膝蹴りからのパウンドで三四股勝ち。2014年7月26日、UFC オンフォックス12でウェルター級ランキング5位のマット・ブラウンと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。UFC 世界王座獲得2014年12月6日、UFC181 で、UFC 世界ウェルター級タイトルマッチで、 王者ジョニー・ヘンドリックスと再戦。前戦とは、打って変わって、両者ともに慎重な、試合運びとなったものの、2から1の5はある判定勝ち。リベンジを果たし、王座獲得に成功した。2015年7月11日、UFC189 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで、ウェルター級ランキング2位の挑戦者、ローリー・マクドナルドと再戦。 3R 終盤に、右ハイキックでぐらつき、4R に、マクドナルドの猛攻を受け唇を劣勝する激闘となるも、5R 序盤に、左ストレートで TK を勝ち、王座の初防衛に成功し、ファイトオブザナイトを受賞した。また、この試合は2015年のファイトオブザイヤーを受賞した。2016年1月2日、UFC195 の UFC 世界ウェルター級。 タイトルマッチで、ウェルター級ランキング4位の挑戦者、カーロス・コンディクトと対戦。終盤に反撃しにから1の 5R 判定勝ちを収め2度目の、王座防衛に成功。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。世界王座陥落2016年7月30日、UFC201 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで、ウェルター級ランキング4位の挑戦者、タイロン・ウッドリーと対戦し、 右フックからのパウンドで 1RKO 負け、王座から陥落した。2017年7月29日、UFC214 でウェルター級ランキング6位のドナルドセラーニと対戦し、3から0の判定勝ち。2017年12月16日、UFC オンフォックス26でウェルター級ランキング5位のハファエルドス・アンジョスと対戦し、0から3の 5R 判定負け。 ローラーは 3R の時点で全十字人体と半月板の損傷という重傷を負ったのにもかかわらず 5R まで戦い抜いた。2019年3月2日、約1年3ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC235 で元ベラトルワン世界ウェルター級王者のベンアスクレンと対戦。試合序盤にアスクレンのタックルを切り逆に豪快な投げで マットに叩きつけパウンドで TKO 寸前まで追い詰めるものの 1R 終盤にブルドッグチョークでテクニカル一本負け。試合後、レフェリーの裁定をめぐって論争が起きたが、ネバダ州アスレチックコミッションエグゼクティブディレクターのボブ・バーネットがレフェリーのローラーが失神したとの判断は間違っていなかったとのコミッションとしての見解を出した。2019年8月3日、 UFC On ESPN コビントン VS ローラーでウェルター級ランキング2位のコルビー・コビントンと対戦し0から3の 5R 判定負け2020年8月29日 UFC Fight Night スミス VS ローキッチュでウェルター級ランキング14位のニール・マグニーと対戦し0から3の判定負け4連敗となった2021年9月25日 UFC266 でニック・ディアスと約17年5ヶ月ぶりに再戦。終始激しい打ち合いを繰り広げ、3R にディアスが試合を棄権し、TKO 勝ち。スタンドの強烈かつ豪快なフックに加え、精度の高い左ストレートを最大の武器としている。また、どんな打撃をもらっても倒れないタフネスと精神力の強さを誇る。 打撃以外にも、テイクダウンディフェンスの成功率が65%と高い数値を誇り、テイクダウンを狙うことは少ないが、テイクダウンの成功率は77%と極めて高い。ありがとうございます。